大正後の神宮寺勇太、ナンバーアンダーライン内での飛躍と未来への展望を語る。平野翔との絆、そして新たな挑戦。神宮寺勇太の選択とは。数年前のこと、キンプリ、キング&プリンスの一員として輝かしい日々を送っていた神宮寺勇太。その時代、彼の目には夢と希望があふれていたが、同時に葛藤や悩みも隠せなかった。海外進出を夢見ていた平野翔と共に、彼もまたジャニーズ事務所に残ることが自分の未来を制限していると感じていた。平野は明確に海外での活動を望んでいたが、それがジャニーズの体制では実現できないことを悟り、退所を決意した。一方で神宮寺もまた冷遇される現状に不満を募らせ、理不尽な扱いに耐えかねて辞める決心をした。彼の選択は簡単なものではなかった。彼は仲間思いで本当に優しい性格を持つ人間だったからだ。彼が事務所を辞めた時、多くのファンは驚きと悲しみでいっぱいだった。特にアンチコメントや批判的な記事が彼を苦しめた。それでも神宮寺のそばにはいつも彼を支える仲間がいた。翔や岸との絆は固く、彼らとの関係は変わらず続いていた。また新しいユニットナンバーアンダーライン愛としての活動も始まり、彼はその中で飛躍し続けている。ファンも全力で応援し、彼を押し上げている。神宮寺の姿を見るたびに、彼が新しい道を歩むことができて本当に良かったと感じる。アンチコメントがなくならないのはため息が出るほどだが、今神宮寺が輝いているのを目にすることができるのは非常に喜ばしいことだ。彼の言葉は事務所に対する抗議のように感じられる。彼が退所を決意した理由は単に不満からだけではない。彼の中には深い決意があった。彼の退所は岩橋元気のことも影響しているのではないかと多くのファンは感じている。雑誌のインタビューで彼が語った言葉は深い意味を持っていた。次に誰かが退所したらという言葉は事務所の体制への挑戦だったのだろう。残った二人はそれぞれの道を選んだ。アマはテレビの仕事を続けたいと言っており、二人が選んだ道に何の裏切りもない。彼らが置いていったと感じるのは見当違いだ。神宮寺があえて辞めたらと言ったのは、その裏に深い意図があったのかもしれない。彼は大人であり、幹だったのだ。脱退と退所が決まった後も、キンプリは全員で月読みを1億回再生させるために頑張った。その時は誰もアンチのコメントをしなかった。タッキーが頑張りきれず、今でも3人が表舞台に立てないままでいたら、きっと2人を応援しているティアラたちは、3人のことを悪く言わなかっただろう。しかし、3人の活躍と成功が腹立たしいのだろうか。非常に残念なことだ。幹部の対応がおかしかったのだ。3人は退所後の覚悟をしっかりと持っていた。今まで一緒に仕事をしてきた人たちは、3人の人間性を理解し、応援してくれている。一般の視点から見れば、テレビに出たい人たちが旧事務所に残っている印象だ。良い悪いは別として。神宮寺が全事務所を辞めた理由は、彼自身にしかわからない部分が多い。ティアラたちは何を言いたいのか、何をしたいのか、全く意味がわからない。批判することで劣等感を丸出しにしているだけではないのか。見苦しいと感じる。音楽番組に絡むなとか、ゲボが出るとか、そういったコメントはまさに返したいくらいだ。比べられることで歌唱力やパフォーマンスの違いが明らかになるのは当然のことだ。それでも、ナンバーアンダーライン愛は他界隈のファンもついている。ジャニーズ内のみで騒いでいるティアラはそこで終わりだ。ジン君、岸君、翔君をずっと応援する。ナンバーアンダーライン愛についていく。ナンバーアンダーライン愛が売れていなければアンチの必要もなく、誹謗中傷もなかっただろう。二人は自らの意思で残ったのだ。一緒に出ようと思えば出られたのだから、お互いが選んだ道を尊重し、時短を応援すればいい。悪いのは事務所の幹部だ。岩地が退所するときに散々事務所に掛け合ったという記事を見たことがある。それ以来、退所を決めていたのだろう。
対処理由や3人だからの意味も分かっているのに、難癖をつけているのは明らかにナンバーアンダーライン内の快進撃が面白くないからだ。いつも動画を楽しく見ている。神宮寺の対処理由を聞いたとき、岩地が辞めさせられたときからの決意だとすぐに分かった。当時はキンプリのことをそれほど知らなかったが、それでもそう感じた。ちゃんとしたファンならば分かるはずなのに、アンチの言い分は変だ。想像通りだった。これが本当なら納得だ。岩地と仲が良かった神宮寺は幹部に抗議しただろう。幹部はそれを気に入らなかったのだろう。今が本当に楽しそうだから飛べに来てよかった。いつまでこの話題が続くのか。もう2つのグループは全く違うものになったのだ。目指しているものが違うのだから当然だ。複数本に帰らず、もう5人には戻らない。彼らは自由に生き、自由に発言する権利がある。他者がガタガタ言うことではない。夢を追い続ける若者を温かく見守り、応援するのみだ。メンバーの仲が変わらず仲が良いのなら、周りがいろいろ言うことではない。それぞれのファンがそれぞれの応援をすればいい。3人は本当は5人で世界を目指したかった。しかしジャニーズはそれを許さなかった。5人でジャニーズを出たかったが、2人は残りたかった。5人で辞めることが叶わないなら辞めないと思っていたから、あの3人でも辞めるという言葉になったのだろう。しかし本当のことは5人にしかわからない。なら今の2人と3人と1人を応援するだけだ。平野くん、神宮寺くん、ガン君の曲とダンスは素晴らしく、事務所の性加害者問題に巻き込まれなかったから嫉妬されているのだろうか。3人がテレビにも出られず、大した活躍をしなかったら文句を言わないだろう。3人を批判することは、高橋くんと永瀬くんが選んだ道を否定することになる。2人のファンを名乗るなら、2人が選んだ道を見守ってあげるべきだ。しつこく消えない話題だ。次に誰かが辞める人がいたら、それが蓮君や海ちゃんでも同じ印象だろうか。要するに、もし誰か脱退を言うメンバーがいたらキンプリは続けられないということだ。そして海外進出への思い入れの温度差で今の形になった。残ると決めた2人の思いを精一杯応援するのがキンプリファンだ。新たなグループに分かれたことに何の悪意があるのか。それぞれにその場所で表現し、自分の推しを精一杯応援するべきだ。もう本当にいい加減にしてほしい。何に対しても文句を言い下げないと気が済まないアンチ。今までの神宮寺をきちんと見ていたらどういう人間か分かるはずだ。仲間思いで気遣いのある感。そんな神宮寺をティアラは一番知っているはずなのに、アンチの言い分はおかしい。これ以上辞めるメンバーが出るということは、神宮寺にとって自分が大切にし、前社長に懇願してデビューさせてもらった心から愛してきたグループとは異なるものに感じてしまうのだろう。神宮寺の言葉は、岩橋を復帰させてくれなかったジャニーズへの皮肉だったのだ。前のグループでも神宮寺がいなかったら保っていなかった。角と小の中を取り持つバランサーだった。今は神宮寺に歩幅を合わせてきて本当に良かったと思う。考え方がガキで自分勝手だ。自分さえ良ければ良いということになる。ハスや海のどちらかが飛べに行っていたらどうだっただろう。自分の推しをただ応援していたら他の人のことは気にしないはずだ。敵対心を持ってつくのは悲しいことだ。推しだけを見て応援するべきだ。不確かな記事に一喜一憂するのはやめるべきだ。3人も2人も今は目標を持って夢の続きを進んでいる。それぞれのファンが楽しく応援すればよい。私は毎日ワクワクしている。3人に粘着することなく、それぞれの道を応援することが大切だ。